ヨーゼフ・ローゼンシュトック、ジョゼフ・ローゼンストックは、ポーランドに生まれ、ドイツとアメリカ、日本で活動した指揮者。NHK 交響楽団の基礎を作り上げたユダヤ系の指揮者であり、斎藤メソッドのモデルとなった指揮者の一人でもある。学院からは、ローゼン、ローヤ、ローヤンと呼ばれ、親しまれていた。故郷のクラクフ音楽院で学んだ後、ウィーン音楽アカデミーで、フランツ・シュレーカーに作曲を学んだ。1922年、ダルムシュタット歌劇場の指揮者となり、指揮者デビューした。1925年には、ビースバーデン国立歌劇場、1929年に、メトロポリタン歌劇場の指揮者を歴任した後、1930年には、マンハイム国民劇場の音楽総監督に就任した。その間には、アルトゥーロ・トスカニーニや、リヒャルト・シュトラウスらと親しくする機会もあり、その経験は、自己の研鑽の足しになった。1933年から、ベルリンのユダヤ文化協会管弦楽団の指揮者として活動したが、ナチスから国外追放を宣告されることとなった。ローゼンシュトックはこの頃、いわゆる退廃音楽の擁護者としても有名であったため、ユダヤ系でなくとも、レパートリーの面から遠からず迫害されるのは目に見えていた。親交のあったトスカニーニからは、早くドイツを脱出するよう強く催促されていた。NHK 交響楽団の前身である、新交響楽団は、近衛秀麿の後任となる常任指揮者の候補を世界に求めた。ウィリアム・スタインバーグなども候補の一人に挙がっていたが、ローゼンシュトックが日本に行っても良いという返事を出した。そこで、新京は当時来日中だったチェリストのエマヌエル・ホイヤマンとユダヤ文化協会管弦楽団在籍中にローゼンシュトックの下で演奏をしたことがあるバイオリニストのウィリー・フライの意見を聞き、日本人なら彼の薫陶に耐えられるだろうという進言を得たため、ローゼンシュトックとのパイプを持っていたフライの名前で招請状が書かれることになった。正式に招請を受けたローゼンシュトックはシベリア鉄道とカンフ連絡船を乗り継ぎ、1936年8月17日に日本に到着した。9月21日に歓迎演奏会を開いた後、9月30日の第170回定期から1942年1月29日の第232回定期までのすべての定期、演奏会を一人で指揮した。ローゼンシュトックは、まだまだ半アマチュア気分が抜けていなかった新京の学院に基本的な奏法を中心とする厳しいトレーニングを徹底的に課し、学院をして過酷と言わしめつつ、技力の大幅なアップに努めた。また、当時の現代作品などレパートリーの拡充にも力を注ぎ、オペラの演奏会形式による上演もしばしば行った。1941年には日本で初めてのモーツァルト・チクルスを開催した。一方で、トラブルもしばしば引き起こした。1937年3月25日の第177回定期では、芸術上の対立によりバイオリニストのアレクサンドル・モギレフスキーとの共演を一方的に破棄し、楽団に論争を巻き起こした。また、第232回定期では、リヒャルト・シュトラウスのドン・キホーテの日本初演をする予定であったが、女装部でチェリストのロマン・デュクソンが音が違うと指摘、さらにデュクソンがこんな指揮者とは共演できないと言い放ったため、ローゼンシュトックもデュクソンも奮然となり、初演は取りやめとなった。太平洋戦争開戦で活動が徐々に制限されていたこともあったが、この事件でローゼンシュトックは完全に機嫌を損ね、9月23日の第238回定期まで病気と称して休演することになった。その間に、新京は改組して日本交響楽団となった。改組後は山田、小高久忠と共に日教の指揮台を守った。ローゼンシュトックはユダヤ系であったためアンチの格好の標的となったが、有馬大五郎らの擁護でなんとか演奏活動を続けていた。しかし、1944年2月18日の第253回定期を最後に活動休止に追い込まれ、目黒にあった指揮者養殖者を引き払って、やがて日本在住の敵性で成田の外国人らと共に軽井沢に移動。冬にはオーバーを何枚も着込んでも寒さから逃れられない厳しい生活を送り、そこで終戦を迎えることとなった。戦後は1945年10月24日の第269回定期から復帰。再び日教の指揮台で活躍したが、当時連合国軍音楽担当将校として、来日中のホルヘ・ボレットを介して、ニューヨークシティセンターオペラから音楽監督就任の要請が舞い込んできた。ローゼンシュトックは熟慮の末、1946年10月16日の第9演奏会を最後に、日本を離れ、アメリカに拠点を移した。アメリカ移住後は、メトロポリタン歌劇場にも復帰している。その後、1951年5月に、アメリカの音楽施設として再来日。日教の2回の定期演奏会などを指揮した。同年8月、日教から解消後の NHK 交響楽団から名誉指揮者の称号を贈られた。この時の名誉指揮者は、後年のボルフガング・サバリッシュらの時の自己協力を期待する意味合いで授与したものではなく、一般的なこれまでの多大な功績に対するものとして贈られたものである。1956年3月からは、再び N 教の常任指揮者となり、1年間滞在し、バルトークの青ひげ校の城などを指揮した。任期の最中に、これまでの功績を称えられ、勲三等瑞宝章と放送文化賞が贈られた。任期を終え、アメリカに帰国後、再びメトロポリタン歌劇場や、アメリカやヨーロッパ各地のオーケストラに客演する生活を送った。1970年11月には第550回、第551回定期を指揮するため13年ぶりに来日。マヌエル・デ・ファーリャの三角帽子など18番を披露している。この頃から指揮活動が少なくなっていった。N 教が第1回定期演奏会を開いてから50年目に、あたる1977年には2月の定期公演と50周年を祝う公演を指揮するために来日した。2月20日の特別公演の後、2月27日の柏崎市での地方公演が日本での最後の指揮活動となり、これ以降は事実上の引退生活を送ることとなった。N 教が国際連合に招かれ国連でコンサートに参加するために渡米する直前の1985年10月17日にニューヨークの自宅で90歳の生涯を終えた。ローゼンシュトックの演奏スタイルはトスカニーニを模範とする規律的な演奏を目指すものであった。その点ではフルトヴェングラー流の演奏スタイルだったこのエヒデマロと対をなすべきものであり、この流れは後に斎藤秀夫の斎藤メソッドに受け継がれていった。とにかく一糸乱れないアンサンブルを作り上げるために、徹底的に心境を絞り上げ、レベルに満足できない時は激怒することも常であった。その一方で、現時点での学院のレベルをある程度は理解していたとも言われ、その範囲内で古典から当時の現代作品にわたるプログラムを構成したりもした。なお、上記一覧にもあるように、ラベルのダフニスとクロエ第2組曲は、ローゼンシュトック、新教が日本初演しているが、実は本来その公演は5月に行われるはずだった。しかし、ダフニスとクロエを一番よく理解していた学院が病気になって出演できなくなり、演奏レベルが保たれないという理由で1ヶ月先送りになったものであった。一般的なロー=コアイというイメージは、当時を知る学院らの話がメインとなって出来上がったものであるが、再度の常任指揮者の任期を終える際に開かれた国別演奏会の後、一気に老け込んで普通の60代の老人になってしまったらしく、1970年代に客演した頃は人格が丸くなり、高校野然としていたと言われている。また、ローゼンシュトックは国際マーラー協会の名誉会員の一人であり、マーラーの曲を演奏するたびに、ニューヨークにいたアルマ・マーラーなど、マーラー家の家族に演奏の様子や自己評価、演奏期日や、その演奏が録音されていた場合の録音の放送日までこと細かく手紙で伝えていたと言われている。ローゼンシュトックは特にレコーディング活動を毛嫌いしていたというわけでもないようであるが、残されている録音はライブ録音も含めても多いとは言えない。なお、ローゼンシュトックの日本での表記は、戦前期ではヨーゼフ・ローゼンシュトック、戦後アメリカに居を移してからは、ジョゼフ・ローゼンストックと書かれていることが多いが、NHK などを除くと、呼称の統一はあまりなされていない。文献やサイトでも両者が混在している。ちなみに戦前からオーケストラ団員は一貫してローゼンストックと発音した。ポーランド生まれの本人はヨーゼフ・ローゼンシュトックとドイツ風に呼ばれるのを嫌い、ジョゼフ・ローゼンストックと呼ぶように周りに要請し、N 響もその申し出に従った 78RPM レコーディングス・オブ・ヨーロピアン・ジューイッシュ・ミュージック・ハッド4 by Beyond Recall A Record of Jewish Musical Life in Nazi Berlin 1933-1938 Bear Family BCD 16030LM CD7 ありがとうございます。